健康推進モード、ちょっと足りない適度な厳しさ。人の一生は、重きにおうて、遠き道を行くがごとし。これは、徳川家康公の家訓の冒頭です。結婚式で、先輩方の花向けの言葉として、お聞きになられた方もおられると思います。この家訓の最後は、及ばざるはすぎたるより勝れりで締めくくられています。人生も、 ちょっと足りないぐらい,がいいいぐらがように、人の体もちょっと足りないつまりやや不足の状態が体の力を高めますラットを使った有名な実験で寿命の長さに関するものがあります餌を十分に与えるグループと30から40%制限したグループに分けて寿命がどれだけかを比較しましたその結果制限食のグループは 自由摂取のグループに比べ40から50%も長生きだった。この実験から見ますと、人間も毎食腹いっぱい食べるのは命を縮めるもとです。日本では糖尿病を患う人が予備軍も含めると国民の2割もいます。昔から腹八分目にやめなしと言われますが、食のコントロールは欠かせない。 そういう時代を私たちは生きているようです。楽をしすぎるのも禁物です。人間は楽が大好きです。楽な仕事、楽な生活、いかに楽して暮らすかを考えがちです。反対に、重労働、嫌われる仕事、辛く苦しいことは避けたいと考えますね。足りる、満たすという点では、現代は、子供から、 大人まででて運動不足です日中運動らしい運動はしないという人もたくさんいます。これではとても動物らしくないですね。そして精神的に過ぎている代表はストレスでしょう。この頃問題になっているのは子どものストレス。少子化の今自分の子供にはものは何でも与えるのに。 期待は欲しがる親が多い。少ない子供に期待したい心境は理解できます。しかし、期待を強要すれば、子供にとって、それは、ストレスになるしかない。期待されない子もかわいそうですが、期待しすぎるのもほどほどでないといけません。大人のストレス過剰は、さらに社会問題にもなっています。年間の自殺者が、毎年3万人もいる時代です。 物質的な豊かさを手に入れた反面精神面でのリスクや不安将来の希望がないことなど心の喪失を招く社会にも問題が多いと言えそうです食べすぎない楽をしすぎないストレス過剰にならないそれでいて適度な厳しさがある状態が健康には欠かせません 体的には、やや不足の時が強くなる時です。後の章で紹介しますが、コーチトレーニングやカ圧トレーニングなどは、ある一定の不足状態を利用した体の強化法です。体は足りない時にその本領を発揮するのです。